BB 弾は、休憩の遊戯重要弾丸。アメリカにおける BB 弾の元祖は、デイジー社であり、1886年から BB 弾の製造販売を行っており、現在も BB 弾の主流を歩む企業である。3弾の BB 弾を使った BB 弾の元祖は、1885年に、デイジー社によって作られたエアライフルである。日本においては1980年代に、 マルゼンによって実用化された一世紀以上の歴史がある米国の BB ガンと近年数十年で独自の変更を加えながら進んできた日本の BB ガン環境とではその認識も名称も大きく違う部分がある欧米における本来の BB 弾の BB の名称は3弾の中に含まれる粒の BB サイズから来ている三弾カートリッジのサイズは中に含まれる粒の 大きさからバック FF 回 BBBBBB12 と呼ばれ、この BB サイズの3段カートリッジの中に0.18インチ径の玉が約50から70粒入っており、この3段の BB 弾の中の粒と同じサイズの休憩弾を使うところから BB 弾の名前が付けられた。後に BB 弾の後継は0.177に変更になるが、 BB の名前は継承された。欧米では、基本的に BB サイズの休憩なまりもしくは鉄弾以外は BB 弾とは呼ばれないが、近年は多種の遊戯用 BB 弾が市場に出ているので、プラスチック製0.177やつづみ弾なども BB 弾と呼ばれる場合もある。BB は、ボールブレットの略とも、ボールベアリングの略とも言われる。材質はプラスチック、または、 生分解性プラスチックで直径は 6mm とマルシン工業独自規格の 8mm のものがある。その形状からマグヌス効果を利用したホップアップシステムが実用化されている。主にエアソフトガンで使用され、近年は銀玉鉄砲に使用されるケースも多いが銀玉鉄砲に付属する BB 弾は精度が低いためエアソフトガンに使用すると故障の原因になる。 また、一度使用した BB 弾も、見た目はそうでなくても変形していることがあるため、同様である。日本にも輸入されていた、マークスマンなどのアメリカ製、エアガンに使用されていたもので、空気重用の鉛製 BB 弾がモデル。現在の主流であり、使用する銃の用途や性能によって、重量や表面処理に様々なバリエーションがある。 一般的な製品は 0.2g と 0.25g で 0.2g のものは秒速 100m で出させた際の重工におけるエネルギーが 1JJ と分かりやすいため威力測定時の基準としてよく使用される。また対象年齢10歳以上のエアソフトガンは低威力のため 0.12g から 0.17g の BB 弾が使用される。 通常弾プラスチックを球形に成形、研磨したもの。0.12から0 4 3ムの製品があり、標準的な0 2ムのものが1個0.2円強。一般的に材質の比重が大きいほど高価格になる。これらは飛距離や精度が異なるため、射撃内容やサバイバルゲームの戦法により使い分けられる。バイオ BB 弾と区別する際はプラ弾とも呼ばれる。 バイオ BB 弾屋外での使用を想定した生分解性プラスチック製で2から3年で自然に変える。発売当初のものは澱粉製で太陽光に弱く精度も通常弾より劣っていた。材質が切り替えられた後もしばらくの間は1個1円と高価だったがその後改良され価格も1個0.5から0.6円まで抑えられるようになった。 また地面に放置されても目立たないように茶色や緑色などに着色したり、より環境への影響が少ない材質に変更し、日本国外の環境団体に認証を受けることを試みているものもある。軽量な玉を作ることが材質の性質上困難だったが、2009年に埼玉県のエクセル社が対象年齢10歳以上のエアソフトガンでも使える 0.12g の バイオ弾を発売した。打った後、回収する必要がないので、農作物を荒らす野生生物に農家が対抗するためにも使用されている。セミバイオ BB 弾屋外での使用を想定し、非成分解性プラスチックや、石灰質、硝酸バリウムなどで作られた BB 弾。価格は通常弾と同等。分解には20年以上かかるため、実際は、 プラスチック弾とさほど変わらないとも言われている。また生分解性と誤解され、正式なバイオ弾の普及を阻害していると指摘する意見がある。蓄光弾蓄蛍光素材でできており、ストロボ発光装置との組み合わせで夜間でも栄光弾のように弾道を認識することができる。また、2004年にはバイオ弾としての性質を兼ね備えたものが登場している。発光装置は、 消音器を模したものや断層に発光装置を内蔵したものがある。他に競技専用の精密 BB 弾や摩擦係数を下げるため表面をコーティング加工したデジコンのピッカ弾がある。澱粉製バイオ BB 弾ともモロコシの澱粉を固めて作られた旧世代のバイオ BB 弾でシリカゲルが同梱されていた。現行のバイオ BB 弾よりも分解が早いが、 湿度の高い環境ではすぐに膨張して使用できなくなる。パッケージには食べるなと書いてあるものの煮れば食べられると噂された。題材にサバゲーを取り上げた漫画マニーロード劇中ではトウモロコシが原料と聞いて口にするイスズに対してムサシが食ってもうまくないぞとツッコミを入れていた。ペイント弾カプセルに水溶性塗料が入った BB 弾。 命中の判別が容易なため、主にサバイバルゲームで使用される。あまり硬くないタイプは弾詰まりや銃の中で破裂することがある。古くはプラスチック製のカプセルに自分で塗料を注入するものもあった。プリント BB 弾通常弾にハーケンクロイツやボンジがプリントされているもの。SM ブルー BB ビ弾ービービービー通常の 6mm より少し直径が大きい BB 弾。 この規格が採用されていた当時、他社製エアソフトガンに使用すると玉詰まりを起こすことが多く、修理依頼で送られてきた銃に、ことごとく SM ブルービー,ビーダ弾が詰まっていたという逸話がある。マルシン製品も同 BB 弾に合わせて作られたため、逆に他社製 BB 弾が、薬室や薬莢からこぼれるケースが多発した。8メートル MBB 弾その名の通り、 直径が 8mm の BB 弾。6mm のものより弾着が分かりやすい反面、空気抵抗が大きく、風に流されやすいため、遠射での命中精度は劣る。南部14年式マキシや、14年式拳銃 8mm、ブローバックのような大口径の銃に採用すると、銃口の雰囲気がリアルになるが、モーゼル M712 などの重心の細い銃に採用すると、 外観の再現度に悪影響を及ぼすことがある。なお、8メートル MBB 弾専用モデルの方で、定められた威力の上限は6ミリメートル用の 0.98J を上回る 1.64J となっており、8メートル MBB 弾、モデル専用の重心、スペリアルバレルは、重心内に6ミリメートル用パイプが入らないよう、湾曲している。2005年にバイオ弾が登場した。 7メートル MBB 弾、直径7ミリメートルの BB 弾。かつて存在した直径7ミリメートルのつづみ弾を使用する製品などから発射するためのもので、6メートル MBB 弾という規格が確立する以前のもの。弾一発の単価を下げることや球弾機構の都合によるもので実射性能を向上させるための意図はないと思われる。マスダやコーポレーション、タカラトミー製品などに、 単発的に採用されていた。都民製品中では GT 弾と表記されている。後に MGC 社がエアソフトガン市場に参入する際に採用を検討したが不採用に終わっている。MGC はペイント弾などの開発で独自性を出すために大型化を検討していた。5メートル MBB 弾、マルシン工業が販売を予定していたスペース BB ガン専用の弾で BB 弾というよりは直径約 5mm の球体という程度のもの。その他海外では 4.5mm、9mm、11mm、13mm などの製品が存在するが、いずれもエソフトの範疇から外れた空気銃で採用されている。BB 弾はその用途上、高い精度と低価格の相反する条件を満たさなくてはならない。そのため、 以下のような製法が考え出された。転がし成形ビー玉と同じ要領で溶けた樹脂を斜面に転がして作る。そのため非常に精度が悪く、インジェクション成形によるものの価格効果とともに姿を消した。インジェクション成形プラモデルの部品のように金型を使って大型の形を作り、その後研磨によってバリ取りを行う。1990年代以降、 現在主流になっている製法。削り出しプラスチックの塊から、玉軸受けないのボールと同じ容量で作る。スーパーグレードや、グランドマスターといった、精密射撃用の高級品に使われる製法である。威力や用途等、遊戯銃の性質によって、最適な BB 弾の重量は変わってくる。6メートル MBB 弾の重量別の性質、及び向いている用途を一家に示す。 一般に材料費の関係上、同じ製法なら重いものほど高価である。なお、8メートル MBB 弾においては、メーカー側による試行錯誤が続いており、このような分類の行える状態ではない。BB 弾の色は大きく分けて明るいものと暗いものがある。明るい色のものは弾道が分かりやすく、いてが弾道を見ながら着弾を修正していくことが容易である。 暗い色のものではこれらが困難である。しかし、弾道が分かりやすいということは、サバイバルゲームにおいては狙われる側から、いての位置を特定しやすく、回避しやすいということである。そのため、狙撃においては暗い色のものが有利である。また、暗い色のものは土の上に落ちていても目立ちにくい。これは、自然界に放置されることを想定したバイオ BEB 弾では大きなメリットとなる。 また、BB 弾の表面は、ツルツルのものとザラザラのものがある。これらの表面処理は、それぞれ、次のようなメリットがあると言われている。ヒストリー、デイジーアウトドアプロダクツ。この場合は、最後の B の意味と玉の、マニーロード第一巻、P139。ありがとうございます。